監督を目指したいって思ってる。どうなの？あ、一回やってみたい。正直あんまりこうピンときてなかったんですよ、去年とか、まあ、今年の頭もそうなんですけど、うん、でもその、まあ、今年のリーグ戦の中で、監督と、ヘッドコーチが、まあ、ちょっと病気にかかって、監督とヘッドコーチが両方、まあ、はい、両方ちょっと同じタイミングでちょっと体調不良になって、うん、でまさかの僕が監督代行として、うん、指揮した試合が1試合あったんですよ。で、まあ、その、まあ、練習から何からもう全く初めてじゃないですか、トップチームを見るなんて。で、まあ、その大木さんに、まあそのまあ、どんな感じでやったらいいですかねって相談をしたときに、うん、もう知らねえ、お前に全部任せるって言われたんですよ。え、マジで？はい。すごいすごい。だから練習もその選手起用っていうんですかね、うん、もうそのまあいろいろ相談はいろいろしましたけど、選手配置とか選手起用とかも、うんうん、で全部自分でやらせてもらって。何試合？いや、それで1試合だったんですよ。うんうん。どこと？長崎。で、そのまあ監督コーチがヘッドコーチが退職だったんで、その選手も何人かいなくなったんですよ。うん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 。だから要はその人数がいる中で選手選んだんじゃなくて、要は一人外すだけだったんですよ。うん、うわ、すげえやじゃんそれ。そうなんですよ。すごいね。はい。だからそういうちょっと経験を途中、まあ、させてもらって、うん。あ、なんか監督っていうのは本当大変な仕事なんだなっていうのをすごく感じたんです。1週間しか本当やってないんですけど、いや、いろいろ大変だなっていう、本当にきつかったなっていう思いと同時に、うん、まあ、やっぱ面白いなっていうのを思ったんですよ。だからまあゆくゆくはちょっとやってみたいのかなっていう気持ちがちょっとずつは出てきてはいるんですけど、なんかまだこうピンときてないって自分が監督に。ああ、そう。はい。絶対あれだろうね、大木さん気使ったんだろうね。うん、とは思いますけどね。なあ、だって知らねえ、はい、お前に任せるわってなかなか言えないじゃん。言えないですよね。でもね、大木さんってそういうの普通に言いそうな監督なんですよ。ああ、もう任せる任せる、お前の好きなようにやれみたいな感じ。そういう感じだった。でもだってそのおかげであれでしょ、だって要はお前は経験を積めたし。そうですね。なあ。はい。だってその一言でお前の人生が変わるかもしれないもんね。いや、本当ですよ。本当に、だから、チームの命運握るとか、選手のいろいろこう、メンタルも含めていろいろ考えなきゃいけないのは、まあ、40何試合も続くって、やっぱ監督ってすげえなと思いましたもんね。なんかこう、イメージ的には、まあ、選手決めて、選手交代して、記者会見でなんか喋ってっていうような感じのようなあれだったんですけど、やっぱいろいろあるんだなっていうのはやっぱ感じたし、なんかすげえ仕事だなっていうのは、まあ本当代行っていう感じのやあれで一試合しかしてないですけど、ちょっと強く感じましたね。ねえ、それってさ、はい、代行っていうのは SQ いらないんだ。まあそのなんていうかね、予期せぬ事態っていう、あ、まあ、今回緊急事態とか、はい、あるとは思いますけど。あ、じゃあ例えばさ、はい、首に監督をしたとするじゃん、チームが。はい。それはある一定期間だったら SQ いらないとかあんのかな。いや、多分それはないんじゃないですかね。それはいる。それは多分いると思いますけどね。あ、それはいる。次の監督にってことですよね。うん、あ、多分それはいる、必ずいなきゃいけないんじゃないですかね。ああ、そうだよね。でも切れない、普通切れないもんね。そうですね。だからいないから切れないとかって話よく聞くっすもんね。例えばじゃあ病気とかでさ、でも S 級一人しかいないチームとかってあんのかな。ない、 J リーグで。でもあると思いますよ。あるよね。その人が例えばいきなり病気とかになっちゃったらどうすんだろうね。
病気とかなんかそういうのはいいんじゃないですかね。ああ。その辞任とか解任とかで、クラブから離れるってなった時は、あ、そうかそうか。ダメなんじゃないですかね。ああ。詳しくないですけど、わかんないですけど。確かに。いや、でもお前すげえいい経験してんじゃん。超良くない？いや、そうなんですよ。はい。本当いいと思いますよ。ね、はい、よかったと思います。なんでそれで太ってんの？選手交代とかマジでできないですよ。本当に。ああ、そう。あいつ変えてやられたらどうしようとか。ああ。あいつ変えて全然気をしなかったらどうしようとかで、本当にわかんなくて。だから日頃のさんとかがこう、スポンスポンって言ってる感じが、いや、すげえんだなって思いましたね。なおさらなんかその改めてこの後、尊敬するというか、改めて感じます。え？で、あれは？結果はどうだったの？結果勝ったんですよ。勝って、だから、勝利者監督インタビューとかもいろいろやらせてもらったんですけど。それも豊がやってんだ。あ、はい、もう全部。最初の、試合前のインタビューと、試合終わった後のインタビューと、あと記者会見とかを全部やって、まあ、それなりにちゃんと喋りましたけど。超面白いじゃん。はい。わあ、それ見たかったなぁ。いや、面白かったっすよ。いや、マジで、来年あったらちょっと連絡してくんない？来年ないいや、めったにないと思うけどさ。はい。まあ、あったらちょっと、あったら連絡します、覚えたら。マジで、ちょっと見たい。それは見たいわ。はい、あ、でも、なんか、仲いい人が監督とか、いや、若いやつがやったらちょっと見るなぁ、でも。どうですか？いや、見る。お前が監督とかやったら、多分3試合は絶対見るね。少な。初めの3試合。少な。それでなんか、どっちだろうな。面白くねえ、こいつって。いや、へえ、そうやって変えてくんだ、みたいな。いや、俺でも、基本的に、なんか指導者って、いろんな考えがあって、正解とかないと思ってるから。はい、ないと思いますね。ああ、ほぼほぼ正解とかないと思ってるから、なんか、どこを変えるんだろうとか、そういうふうに思っちゃう。だから、日本代表とかがさ、批判されたりするじゃん、森保さんが。はい。いやいやいや、それはお前、結果が出なかったからなっていう。まあ、そうですよね。そうじゃん。たまたま変えたのが当たんなかったとかさ、はい、それだけだからさ。だから、いやいや、そんなんで批判してたら、大変だよって思うんだけど。そう、こういう立場になってみると、なおさらそう思うんですよね。そうだよね。はい。選手の時は、何にも、もう全然分かんなかったですけど。はい。俺でも B 級行ってそう思ったよ。なんか、本当ですか？練習とか、はい。選手交代とか、はい。ちょっと、多少感じてた部分はある。まあ、全然感じなかったですね。嘘。はい。なんか、まあ別に監督そこまでやりたいとかそういうのはなかったんだけど、やったら俺どうしてんだろうとか、はい、この練習マジで何みたいなのとか、俺こんなのやんねえだろうなとか、そういうのは思ってたと思う、多分。本当ですか？なんかだからちょいちょい上村さんに、なんかこの意味何とか。ちょこちょこ聞いてた。あ、本当ですか。まあまあまあ、それまでは全く本当に何も考えてなかったけど。そう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 。だから、なんか、いや、でもちょっと、いや、お前が監督とかやったら面白そうだな。いや、面白くないでしょ、Tさん。本当になんかもう安牌で終わりそうじゃないですか、俺。いや、そんなことない。いや、だってそれは初めだけだよ。そうっすかね。初めだけだよ。慣れてきたらなんか、お前とか勝負に行きそうだもん。ね、俺、お前、沖に行くっていうイメージないよ。どうすか？初めだけだと思う、多分。なんかすげえ、提供用語だと勝負る。安牌切らないですか？安牌切らない。マジで。勝負りそう。マジで。そう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 。なんか、俺はそう思うけどね。でも、やっぱでも、そうじゃないと、なんか俺、ハードできない気がする。ああ、まあでも、そうですよね。木村さんも、まあ、同じですよね、多分ね。こういう。多分。でも、フォワード出身の指導者がいないっていうのは、そういうことなんじゃないですか。
勝負、だから、ね、勝負しすぎてダメなんじゃないですか。ああ、そうか。はい、わかんないですけど。ギャンブルすぎてな。ああ、でもあり得るな。ああ、確かに。そうだね。ハードって本当にいないね。少ないですよね、多分。